おはようございます。今日は木村屋さんのパンバナナクリームロールでいってみようかなと思いますね。今回の商品名にはロールっていうのがないですね。バナナクリームでございます。340kcalなんで、まあこれも許容範囲ということですね。じゃあこれいただいてみますね。いつものように木村屋さんのパン美味しくてとってもね柔らかい、なんかこれバナナクリームが中に入ってますね。以前もバナナクリーム大きめのパン食べたことがありますけども、これはねなかなか、そうですね、一食にパンを2つ食べるときにはちょうどいいですね。皆さんは一食にパンって1個食べる方ですか、2個ですか、3個ですか。私の個人的な統計によると2個の方が一番多いということでございますけども、そろそろいただいてみようかと思います。バナナクリーム、バナナクリームはね、噛んだ瞬間にバナナの香りがふわっと鼻に抜けていってとっても美味、なんていうんですかね、日本っていうのはもう昔食料なんてのがありましたよね。今こうやって食べ物に街中あふれてますけども、本当にね食うに困るっていう時代がまた来るんでしょうかね。この生産力と消費力のバランスだと思うんですよ。昔は人が少なかったんで、それこそ食品を作るためにほとんどの人が参加しなければならなかったですよね。もちろんテクノロジーの進化とかもあるんですけど、現在はすごいたくさんの人が増えて世界で75億人とかなってるじゃないですか。特に日本では食に関わる人って、原材料ですね、原材料としての食に関わる人ってものすごく減って、農家っていうのが 0.5% ぐらいでしたかね、農家人口だったと思うんですけどね。何にしても日本っていうのは今のところ恵まれた国です。それは木村屋さんのパンがあるから。岡山の木村屋頑張って、これからもね木村屋さんいいパンいっぱい作ってください。じゃあいただきます。ありがとうございます。